ドレイ。満足の 100% って言ってたのに。当てようか。ミスタースタッドの XCB19。 うん、なんでわかったの？インプラントには詳しいんだが、非合法のやつも含めてな。それはリコールされた欠陥品。とっとっとっと。まあ通りじゃまだ売ってるが。なあ、そのあーごめん、ついてないな。カマウラ、跳ね飛ばせ。落ち着けって。少し待つだけだ。落ち着けるわけないだろ。さあ、いいね。勝手にブレーキかかった。いいね。できる限りのことはするから落ち着け。僕も彼女にそう言ったけど満足してもらえなかったんだ。封鎖されてる。いってえ、死ぬ。ちょっとは静かにしてくれ。どれだけ痛いか分かってんのか。エピステスで削られてるみたいに痛いんだぞ。静かに痛がればいい。逆境を乗り越えれば強くなるって言うしな。全然笑えないんだよ。リパードク。とあーらららら、ごめんなさいね。もうめいや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 、ここでいいのかな。特定の行動を取るとストリートクレド、略称クレド、すなわち人々からの信頼を獲得できる。ほうほうほう、よし。あとで払う。連絡するから。おい、ちょっとこれこのまんま様子を。あ、なんだ。 NCPD 業務委託者に通達。ロス通りおよびシップヤード通り周辺において組織犯罪活動の報告あり。犯行グループはイエレーナ・シドロワ率いるスカベンジャーら。ホームレスへの暴行容疑多数。武装している可能性が高い。脅威を無力化した者にはナイトシティより報酬が支払われる。いやかましいな。死ぬ、死ぬ。あ、入れない。え、ポリスメン側から一般市民に仕事を依頼というか募集してやったものは金くれるって、そんな。ラジオ。元の目的よ。まあこれは連絡を待てばいいんだからしばらく放置でいいでしょ。これ危険度高め。ちょっとこれをやりたかったんだよ。ちょっとそこまで行ってみよう。まあこの辺はあんまり高層ビルないな。車通りもそんなに多くないし。こっちか。わわわわ。あ、今マップにハテナマークがあったから、あれも多分サイドジョブでしょ。よいしょっと。ここか。ホテル。おお、ギアリック。あ、退屈なわけ。なんかホットドッグでも売ってそうに見えたのに。これ中入れ、入れない。こっちか入り口。ナイトシティやその周辺エリアを探索していると貴重なアイテムが詰まったコンテナを見つけることがあると。
これどっから上に行くんだ。入れない。あ、こっちかな。はしごがあった。いや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 、なんちゅう広告だよ。あ、それっぽいところがあったぞ。こんなの無駄だ。殴る前からどこを殴られるか分かるんだから。戦いに来た。どっちが相手になってくれるんだ。そっくり俺だ。どっちで。構いやしないが、まさかタッグチームとな。ねえ、どっちが先だ。違う違う、分かってないな。あの体とこの体、両方とも俺なんだ。ってことはどういうことだ。俺はもともと双子だったんだ。双子であるがゆえに強い絆はあったけど、もっともっと近づきたいと思っていたのさ。だから脳波を同調させたわけ。そうしたらこうなった。二つの体を持つ一人の人間にね。二つの体で何でも一緒にやる。何でもな。はあ、まあよ、まあ、うん、まあそれはいいでしょう。本当に何でも一緒にやるのかな。ベッドの上でも。女のことなら二つの体に対して彼女一人だ。一人を共有してる。じゃあ一人が腰から上、もう一人が下を担当。いや、月曜から水曜は一つの体と過ごして、水曜から日曜はもう一つの体と過ごすんだ。何の話をしてるんだ。言って、まあ影をやってぶちのめすわけだけど、今2000ユーロドルもないから、まあ500で決まりだ。まあ何だっていい。もしもう一人現れたら3人目も倒すだけだ。これはこれは随分威勢がいいな。試合が始まってもそう言っていられるか見ものだよ。で、始めれるか。これ本当に2人で来んの。ハッキングで妨害できないかな。楽しませろよ。やってやろう。おっとっとっと、こっちは戦闘訓練を受けてきたからな。あぶね。カウンターのタイミングは結構難しいんだよね。回避。来い。よし、カウンター。回避回避。あ、回復が使えない。回避先がよくわかんないけど、スタミナが減ってきてる。いて。ほら。一人やったか。よし、カウンター。カウンター狙っていくしかないぞ。1対1ならと狙えてない。来い。よし、パンチ。キックはできないっぽいんだよな。ててよし、やった。あれ、もう片方どこ行った。そっちも片割れと同じか。続けてもいいけどな。片割れじゃない、両方俺だ。まったく、まだわからないのか。ほら、賞金だ。よっしゃ。ボコボコ。おはようさん。確かに。心配するな。また次の戦いがある。自分に話すのはやめろ。なあ、一つ気になるんだが、お互いに考えてることがわかるのか。いや、同じ人間だから同じ考えなだけだ。でなきゃ今頃頭がおかしくなってるよ。すごい話だな。
まあボクシングよりサーカスの方が似合ってそうなもんだが。もういいだろう。はいはい。なあリパーは他にも体をいじってないか。左腕4本と戦ってる感じがしたぞ。うるさい。はい、行きましょう。賞金が倍で返ってきた。イカれた双子を見事打ち負かしたな。よくやった、その調子だ。定期的にここに来て賞金かけてぶちのめして金を増やせたりしないかな。今回限りかな。まあまあこれでまたメインジョブに切り替わったけど、腹板というか股間あたりを押さえていたけど、あの人はどうなったんだ。これまあまあしばらく待つか。これはそうだな、メインジョブやっていくか。 700m、 さっき止めた車、あ、まだある。車の時だけ視点を三人称にできるっぽいな。普段からできてもいいんだけど、全然。お待ちどお。よいしょ。放っておいてくれ。ごめんなさい。あ、なんか食ってる。話の続きを。で、どうした。B 様のご登場だ。待ちくたびれたぞ。とにかく腹が減っちまってよ。ほら、座れよ。俺は食い終わったらセニョール・ベクターに会いに行こう。何食ってんだ。アジア料理が好きだとは意外だな。エスニック系は苦手かと思ってる。嫌いなやつなんているのか。麺と合成サーロイン、どっちも最高の食材だ。もう少しチリ風味を出せや、お袋のヌードルスープに匹敵するぜ。そういえば昨日サプライズがあるって言ってたような気がするが、俺の勘違いか。なんだ、お前にしちゃよく覚えてたな。驚くなよ。実はな、とんでもなく割のいい仕事を見つけてきたんだ。仕事？まあそこまで大した話じゃないんだけどよ。紹介してきたやつの名前はデクスター・デショーンだ。ナイトシティ最高のフィクサーだぞ。あのアフターライフの太っちょブラックジーザス。正真正銘大物中の大物だ。ほう、またちょっと B の視界に動作不良って出たけど、デクスは数年前に引退したと思ってた。確かパシフィカの厄介な連中と揉めただろう。ああ、2年前のギャング抗争だな。詳しくは知らないが、デクスも関わってた。打ち合いが終わる頃には道にゴロゴロ死体が転がってた。その後デクスはなんとか逃げ切り、ほとぼりが冷めるまで身を隠してたのさ。そして最近になってやっと華やかな復活を遂げたってわけだ。おう、どうも嫌な予感がする。レクスから血の匂いしかしない。本気でそんな奴と手を組むつもりか。この町に手を汚してない奴なんかいねえ。いちいち気にしてちゃやっていけないぜ。仕事の内容は。で、仕事の内容は生きて帰れるんだろうな。本人が直接お前に説明したいとさ。一対一でな。プレッシャーをかけるつもりじゃないけどよ、うまくいくかどうかは全てお前次第だ。なんで俺なんだ。お前とティーバグで勝手に決めたんじゃ。ティーバグとデクスは付き合いが長いし、俺の顔も見飽きたらしい。あとはお前を見定めておきたいそうだ。ご旅行の際にはぜひオービタルエアを選ぶ。俺はあいつの仕事だ。あいつが仕切るのはしょうがねえ。やり方が気に食わなくてもな、とにかく俺を信じろって。わかったよ。あ、焼きそばって書いてある。デックスは一流のフィクサーだ。いや、もちろんハドレや若子を悪く言うつもりはねえが、とにかく
デックスは別格なんだよ。わかるか？よくわからん。何が言いたいんだ？新しい土地に行きゃ、そこのフィクサーがすぐさまセールストークをかましてくる。自分に任せりゃ仕事も報酬もバンバン入るぞってな。でも実際やらされるのはガキの使いだ。便利な道具として使われた挙句、依頼主からの報酬はほとんどフィクサーに持ってかれちまう。酒の席で冗談めかして文句を言っても、結局その関係は変わらねえ。くったくった。お前の車を持ってきたんだ。スカベンジャーとやり合った時の傷もダチに頼んで綺麗に直しといた。ちゃんと帰ってきた。その皿に置くと思ったら、あれはケージの中の飯か。ありがとうジャック、助かるよ。十字キー右で乗り物を現在地まで呼び出すことができる。ミゲルの腕は一流だ。それこそ新車と見間違うほどだぜ。どうだかな。さてそろそろ行くか。 OK、 早速試乗してみるか。そこに盗んできた車はあるんだけど。おお、こんなんだったっけ。まずはリパートクのとこか。あんま飛ばさないでくれよ。食ったばっかだからな。あ、俺もビグのところに寄るつもりだったんだ。ミスティとビグがある。それはそれは。ミスティとはなんつうかよ、フィーリングが合うんだ。普通に煽ってしまった。あれ？おーい。なんかね、聞いたとこによると普通のプレステ4版の方がかなりアプリケーションエラーが多いってのは聞いたんだけど、デイワンパッチ50ギガぐらいあったのに。ついにチャンスが来たな。ビグに調整してもらったら会いに来い。デックスの件を話し合おう。空きポットあり。何これは、カプセルホテル的な。八神マーケット。さっさとしろ、プロダ。なんだ。ちょっと待って落ちてきた。これやばい現場だよここ。おい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 、あーっと、股間ひゆきまん。股間から火を吹いてるんですか。間違っちゃいない。とにかく報酬を送金したんだ。ほうほうほう、もう大丈夫なのか。あれはあの どうにかなったのか。ほらあれだよ。ああ手は尽くした。少なくとも痛みは消えた。回復したら今度はもっといいモデルを手に入れる。最新のね。また同じ目に遭わないように今度は保証書を確認しろよ。そうする。じゃあな。あ、金は送られてきましたと。これ金、あ、上か。で、なんか知らんけど人が降ってきた。どっかから降ってきた。よくわかんないけど降ってきた。この人はなんだ。町を出ろ。お前みたいな手遅れになる前に。生きる価値すらない。あ、これドクロマークがさ、生きる理由がない出てるんだよね。なんだこいつ。 NCPD やっちゃっていいっすよ大将っていうわけなのかな。とりあえず放置しとこう。昼間だから一般市民多いしな。いるとしたらどうする。何、品定めでもしてるの。はい、ビー、ドクターベクターが待ってるわ。俺はここで待ってるぜ。ミスティと話があってね。ああ、この人がミスティ。なんだか嬉しそうね。俺はいつだってハッピーに生きてる。の前にこの人
預言者。もし本当に誰かに見られてるなら、俺は今頃裏社会かコーポに捕まってるよ。自分はただの駒で、知らずに連中の目的を果たしているのかもしれないぞ。はあ、え、話はそれだけか。一挙一動を監視しているのは誰だと思う。もちろんケンタウルスだ、アルファ星の権力者たちだ。連中は疲れて虐げられた大衆をおとなしくさせるために、なんか言ってはるけど、そんなこと言いながらそこに住んでんでしょ。ちょっと起きてる。で、リパードク、リパードクはこっちか。なんか落ちてた今。撫でる。あ、ここにいた。なんかガリガリじゃない？あらやだ。あらやだ。何あんた。こんな昼間からそんなとこで飲んで、あらやだもう。もう全体的になんかやだここ。リパードク。